今日はありがとうございます。今日のですね、トークゲストはですね、今映画にも出ていただきました祖父役の山下素直さんです。山下でございます。どうもありがとうございます。今日はご覧になっていかがでしたか？やっぱりまずカメラが綺麗ですよね。音楽もすごく良かった、山下さんは今回映画の、俳優さんというか俳優の、初挑戦なんですけど、今までは2人で会社を起こしてですね、一部上場の企業の会長職を30年ぐらい、社長は20年、会長は10年、そう、企業のトップですねをやってた方がですね、ちょっとひょんなことからこの映画に出ることになりまして、私が一番驚いたのは一つ自分のこう何て言うんですかね、実績というか、一つの世界を持ってる方が、まだこのような小さな映画に出てですね、それで結構溺れかけたようなんですそうなんですね冷たかったですね、十九里浜の水は、そうですね、あそこまでやるとは思わなかったんですけど、本当に波がね、引いていくような恐怖心を覚えられました。沖へ持ってかれちゃいそうになって、びっくりしましたね。まあ、私、泳げますので、大丈夫ですけど。その俳優挑戦、初挑戦、いかがな感じですか？いや、私はもう何でも、ともかく挑戦してやろうというそういう感じですので、はい、それの一つということでございます。はい、年齢言っても大丈夫ですか？はい、山下さん今84歳なんですよね。で、84歳だからどうしたということだと思うんですけど、今あれですね、月に1回ミャンマーに行かってるんですね。はいはい、ミャンマーでホテルをやってます。ホテルを7番目のホテルが。はい。いつもうオープンしたんですか？これは来月になりますね。はい、ビジネスマンっていうことですかね。はい、もう私は根っからのビジネスマンです。なんとか山下さんのように一部上場とまではいかないんですけど、僕らの映画は本当に細々とした映画なのでなんかそれ知恵を拝借したいなと思いつつ、ほとんど話したことがないんですよね。ですから今日初めて話すようなもんで、不思議な人だなとずっと思ってるんですけど、不思議だからこそね、非常にこう見たことがないような、俳優さんだと僕は思うのでですね、そういった謎めいたところが追いかけても追いかけてもちょっと謎めいてるので面白いなと思ってですね、ありがとうございますこの方はどんなことを考えたのかなと思いながら一緒に、ね、いやもう金儲けのことばっかりしか聞かない。そうですか僕の映画はほとんどそういうのと無縁なので、そういう分では無縁なのと、そのお金っていうのとね、そういうのがその工作をしたといえば工作したのかもしれないですね。不思議な出会いですよね。はい、やっぱりあれですね、山下さんはやっぱ欲が深いでしょ。はいはい、すごい欲深いです、はい、だから一般的にこう84歳というとなんかもう高校屋でね、なんていうんですか、ちょっとこう達観したようなそういう人生観をね、語ったりする人もいるんですけど、山下さんは本当に若々しい。まだその行き着くとこ行ってないんで、まだまだ見たい聞きたいことがいっぱいありまして、やりたいこともいっぱいございますので、それがいいのかもしれませんね。山下さんはいろいろとビジネスのこととかね、いろいろとやることはあると思うんですけど、俳優としてはどうですか？その自分の中の、お話があれば何でもやるつもりで、はい、よろしくね。なかなか取り留めがないんですよね。僕ももう小さな世界で生きてはいるんだけど、やっぱり本当に不思議っていうかね、そのなんていうんですかね、本当にこう野心というかね、そういう欲というか若々しさが、ね、体が丈夫ですからやれることじゃないかと思いますね。やっぱ酒もタバコもやられない、はい、全くやらないんですか？全くなりません。我々の年代になりますと、腰が悪くなる人多いんですけど、ね、私どういうもんですか、全然腰が悪くならないんで、これも
もあると思いますね。健康法ってやっぱり聞いた方がいいですかね。いや、よく寝ることです。何時間ぐらい寝てるんですか。1日8時間寝てます。何時間ぐらいからですか。11時から朝の7時まで。これちょうど8時間なんです。なるほど。11時ぐらいから寝るとちょうどいいらしいですよね。そんな感じですね。はい、なるほど。11時寝て7時でしたっけ。ちょうど8時間。あれですね、外洋ヨットをやり、今日これからも終わってから行くつもりです。どこに。仲間がハーバーで待ってます。そうなんですか。とにかく忙しい人で、まあ、映画が終わってちょっとなんか話しようと思ってもいないんですよね。だからそのスケジュールをかなりやっぱり入れてるわけですね。じゃあ11時から寝てるわけじゃないですね、今日は、ね。はい、まあ、今日は寝るのは1時ぐらいになったんですけど。外に出て、はい、外洋で、はい。いえいえいえ、港です。港停泊、はい、でパーティーかなんか。まあ飲み会ですよね。でも飲まないでしょ。まあ、オレンジジュースでも飲んでないんですから。あの、山下さんはあれですか、楽しみは何が楽しみってことになるんですか。私はやっぱり金儲けが楽しみですね。そういうのをこう、臆面もなく言うってことは、やっぱりお金っていうのは山下さんにとってどういう。いや、だって金があれば何でもできる。まあ、そうですね。例えばでっかいのでも買えますし、綺麗な女の子とも付き合えるし、お金があればあったで、いろいろと使いになります。美味しいものも食べられるし。はい、まあ、大体の方はお金に縁がない人もかなり多いと思うんですけど、お金儲けの秘訣ってのはどんな。朝から晩までどうしたら金が貯まるか考えること。そうだよね。一つのことやっぱり考えないといけないところ。それから思いついたらすぐ実行する。でも何を実行するかっていうのはね、それはやり方があってですね、小さいことをいろいろとたくさんやって、まあ、小さい実験をやってみるということがよろしいです。やっぱり今日来られた方にね、まあ、映画もそうなんだけど、やっぱりお金を儲けたくないっていう人はいないので、はい、何かそういうこう知恵というかね、せっかく来られたので来てよかったなと言ってツイッターにこう書いていただけるような、なんかそのお金をこう獲得する、まあ誰もそう思ってるんですけど、秘訣っていうか、なんか3つぐらいありますか。私はまあマーケティングの専門家なんですね。でマーケティングっていうのは一番その、まあ、商品に磨きをかける、あるいは販売戦略を立てるっていうことで一番大事なことで、ですからマーケティング戦略をちゃんとやれば自然にお客はついてくる、自然に物が売れる、そういう感じです。これが一つですね。もう一つはやっぱりあんまり人のやらないことをやるということでしょうか、ね。今はすごい競争の時代ですから、人と同じことやってたんで全然ダメですよね。人とやらない、人のあんまりやらないことをやるということ。3番目にやっぱり飽きない。愚直にですね、何年かやってみる、その3つじゃないですかね。僕は自分が今、その皆さん方もそうだと思うんですけど、やっぱり自分のこととして思ってるわけですけど、僕1番が足らないのかなと思うんですけど、2番目はなんですか、オリジナリティ、まあ、それはやってるのかな。で3番目は何でしたっけね。3番目は愚直に、愚直にね、それもなんかやってる感じがするんですよね。1番目のマーケティングっていうのでやっぱり、ちょっと弱いのかなっていうふうに、まあ、僕は自分でちょっと自己反省してるんですけど。でもまあ、その坂口さんの今までのですね、映画を拝見してると、やっぱり坂口さんの好きなように撮ってらっしゃって、マーケティングはあんまり考えておられないじゃないですかね。痛いところですよね。それはそれで、僕は芸術っていうのはそういうものだと思うんで、それはありかなと、それからさっき申し上げた人と違うことをやるってことはやってらっしゃるんで、よろしいんじゃないかなと思いますけど。このままいけば、はい、このままいけばもう沈没 しないようにしなきゃいけないですね。いやいや、それはやっぱり沈没はまずいですよね。スレスレってあるじゃないですか。スレスレのところですよ、はい、今ね、はい、そこを突き進んでいかなきゃいけないですね。いや、スレスレってのはなかなかできなくスリルですけどね、崖っぷちをこう言ってるようなものなんで僕の映画は。山下さんはね、あれなんですよ、不思議な人でね、僕もね、2つほど山下さんについてはね、知ってるというか、ちょっと話を聞いたんだけど、山下さんは1000人以上の企業を立て直すプロなんですよ。たった一人で。だから1000人以上の企業がちょっと調子が悪いなっていう時は、まあ、お医者さんみたいにここが悪いですねみたいなことを、まあ、投資家をね、募ってというか、まあ、山下さんについてくる投資家がおられるので、
その投資家を投入して、外科手術ですか、やるんですけど、それで、再生していくっていう、プロ中のプロなんですよね。ということを僕は存じてるんですけど。ありがとうございます。うん、ヨット歴30年、スキー歴が50年ね。で、私遊ぶことすごい得意なんですよ。ジャガーを6台所有、はい、だからロケ地にもジャガーでやってくるんですよね。だから本当に石原裕次郎もね、ジャガーを6台持ってたかどうかっていうね。だから石原裕次郎ベンツです。あ、ヨット仲間でなんかお知り合いの方もいらっしゃるんですか。慎太郎さんは、私が泊めてる油壺の隣の船ですから。最近お見えになりませんね、あんまり。なんか体調子悪いんですかね。いや、お仕事もお忙しいんじゃないですか。はい、やっぱりあってあれですよね、山下さんはね、やはり84歳でね、自分もそういう年齢になってもやっぱりやってね、やっぱり何かっていうか元気でね、果敢に挑んでいきたいと思うので、そういう分ではこう一緒に仕事をね、ご英語をさせていただくっていうことはね、坂口さんのご趣味にお付き合いさせていただきます。そうですね。いやいや。皆さん方ですね、お金の儲けの話もいいですし、また映画のことでもいいんですけど、ぜひなんか今日はとてもこう貴重な機会だと思いますので、尊上そこらの俳優さんではないので、ご質問がありましたら何でも聞いてください、この機会に。はい、2つ、すみません。一つには、生まれた時からお金を持っていた。それが一つ。それが二つ目、映画とお金儲けの関係をどう考えていらっしゃいますか。以上です。はい、お答えいたします。私の家は、中流家庭でございました。お金持ちでもない、貧乏でもない。で、お手伝いさんが何人もおりましたんで、いい方だったんじゃないかと思いますね。でところで、その中流家庭に生まれたばっかりに、その惨めな思いを私ね、少年時代ずいぶんやったんですよ。というのは、私吉祥寺の生まれでしてね、つい成蹊学園ってやつですよ、安倍さんのとこです。成蹊学園に小学校から入ったんですけど、ものすごい坊ちゃん学校でしてね、その周りが三井三菱そういうその方ばっかりだったんですね。ですから、その友達の話がですね、それこそヨットの話だったり、その夏は葉山の別荘で、冬はその赤倉のスキーって、そういう話でですね、ついていかなかったんですね。で、僕は一人前になったらですね、別荘何軒も持ちたいなというようなことを固く少年時代に決心したんですね。それが一つ成功の原動力になってるんじゃないですかね。はい。ですから、私の生まれは中流だけど、上流に混じっただけに、その落差に苦しめられて、それが原動力になったと、そういう感じじゃないかと思います。で、今そのクラスメートで、そういう話をしてる連中っていうのは、死んだか没落してるかどっちかです、みんな全員。はい。それから2番目の話は何でしたっけ。映画とお金も、坂口さんに、これは申し上げちゃ申し訳ないんですけれども、大衆に迎合した映画を作れば儲かります。これマーケティングの原理ですね。ニーズにぴったりのものを作れば儲かる。で、私最近ね、この渋谷でね、映画を見たんですよ、ビリギャルって映画を見たんですね。で、ビリギャルっていうのはご存知のように、不良少女が一念発起して慶応大学に受かるという、ストーリー。いつかの昔あったドラゴン桜の慶応版ですよな。ですから、もうみんなハラハラしながら見てる、それがいいんですよね。そういう映画っていうのはやっぱり金になりますよね。だってビリギャルすごい金になったんですから。はい。でね、俳優さんもスターになったし、だけど坂口さんはそういう生き方じゃないですよね。だから、それはやっぱり一発逆転ホームランですよ、それは。逆転。はい。そうです。前武者さんもそういえばね、そういうこともあるかもしれないなと、ね、信じることですもんね。僕はね、聞いたことがあるんですけど、